はい、酒好きな新潟人の一種動画です。今回も中杯で、続きで、ネオ酒場の、クリアトマトサワー、です。タカラのね、秋田産桃太郎トマト使用、アルコール度数 5% で果汁が 4.9%。 ほう、塩レモンサワーさっき飲んだんですけど、こっちが 0.6% なのに対して果汁がやけに多いですね。これは期待できる。しかもトマトってトマトのあれチューハイなんて俺未だに一回も飲んだことない、見たこともない。大衆酒場を現代風にアレンジしたネオ酒場、こだわりの料理やお酒が女性や若者に人気。そのネオ酒場で愛される新名物サワーの味わい。クリアトマト果汁。クリアトマト果汁。秋田産、桃太郎トマト、果汁 1.4% 使用。そして伝統の宝焼酎。原材料が、焼酎とリンゴとトマトとレモンと糖類と酸味料と香料です。は？リンゴとトマトとレモン入ってんだけど。おいおい。なんでリンゴとレモン入ってんだ、これ。トマトサワーって言ってんのに、しかもリンゴの方がトマトより含有量が多いだと。バカな。これ豆知識なんですけど、原材料の並びで、並びっていうのは多い順に並んでるんで、焼酎、リンゴ、トマト、レモンって書いてるから、焼酎が一番多くて、次にリンゴが多くて、トマト、レモンってなってるんです。だから、おそらくトマトよりリンゴの方が含有率が多いんではないと思われます。どうなってやがる。まあいいや。まあ俺もトマト大好きっすから。トマト俺大好き人間だ。あ、これはあれだな。俺トマトジュースとか大好きだし、トマト丸ごと食うのも大好きだし、トマトに塩つけて食うのも大好きだし、もう大好きですよ、トマトは。マジで。そんじゃ乾杯。あ、これすげえ。あ、うん？ん？なんかトマトジュース。ん？トマトジュース？いや、なんかトマトジュースとかなんかえぐいぞ、これ。香りがなんかえぐい。なんだこの引っかかるようなこのえぐみというか、なんか後味の悪いなんかトマトジュースみたいな。これはちょっとやばいぞ。昔っていうか1年前ぐらいか。イロハスのトマトっていうのが出たんですけど、あれ飲んだんだけど、全然トマト感なかったんですよ。全然トマトって、え？って感じ。トマトって意識しなければ、多分トマトってわかんないし、意識したとしてもトマトだと俺わからなかったから、飲んでどこがトマトなのかさっぱりわからなくて、意味不明の飲料だったんですけど、あれは一体何だったんでしょう？ね、全く関係ないんですけど。あれ本当何だったんだろうな、あれな。全然トマトの味しなかったんですよ。で、そのくせ、なんだ、有名を、大手 YouTuber のヒカキンさんはですね、お、トマトだとかって言ってね、なんかすっげえなんかね、わざとらしいなんか表現しやがっての、誰か来たようだ。嘘つくなよって思ったよ、俺。あれ見て。あ、トマトだとかって言ってんです。
はぁ、あ、と思って。こいつマジでこびすぎだぜ。動画伸ばすためにマジで。あれだろう。自演オッズですわ、って。マジで。全然トマト感ないやん、だって。お前トマトって言ったら、お前トマト感あるって言ったら、お前トマトジュースお前飲んでみたことあんのか、お前って。ねえ。でも、これは、トマト感は非常にあるんだけど、まあ、ただトマトジュースの、まあ、悪く言ってもトマトジュースの3倍に薄めた、まあ、炭酸水って感じ。トマトジュースを3倍に薄めてみました、みたいな感じなんだけど、なんかちょっとえぐい。なぜかえぐみが出てる。それだけじゃない、何かえぐい、えぐさが出てる。うわ。いや、でも、なんか慣れてきたのか、えぐみが感じなくなってきた。なんだこれ。あれ？あれ案外普通に飲めるようになってきたんだ。いやでも、さすがにちょっと最初のあたりのえぐみはちょっと捨てきれんぞ。あ、でもこれすっげえトマトだな。イロハスのトマトなんて目じゃないレベルのトマト感。果汁 4.9%。でもこれリンゴ果汁とレモン果汁も入ってるわけだから。実質多分、果汁 3% くらいじゃん。いや、3% もないな。2% くらいか。いや、でもここに事実書いてある。秋田産、桃太郎トマトが果汁 1.4% 使用だから、1.4% って書いてあるから、下手したら、トマト自体の果汁が 1.4% という、可能性も捨てきれないな。いや、やっぱちょっとえぐいな、やっぱ。えぐいっつうかなんか変な味がする。トマトの旨味を凝縮したクリアタイプの驚きの味わい。いや、確かに俺驚きではある。少なくとも、イロハストマトよりかは完全にトマト。そして一つ言っとくと全然甘くない。まあ、宝焼酎。だから、で、若干しょっぱいような感じ。うん。ちょっとしょっぱい系のチューハイっすね。しょっぱいっつうか、食塩使ってねえから。これに食塩使えばよかったんちゃうかな。この塩レモンサワーみたいにさ、塩、トマトサワーみたいにすればいいんちゃうか。と思うんですけど。塩効かせたらもっと美味しいんじゃん。やっぱリンゴの味するもんね。それがちょっと邪魔なんじゃないか。まあ、レモンはまだいいとして、なんかほんのりやっぱレモンじゃない。リンゴの味するもんだって。これがなんか変なえぐみを生んでる。変なえぐみっていうか変な味。なんかトマトとリンゴが合体した変な味がする。うん。俺基本的にトマトは生で食うタイプなんで、トマトってしょっぱいじゃん、なんか。あれがね、中のさ、果汁みたいなやつがしょっぱいでしょ。だからトマトイコール生で食っても大体しょっぱいんですよ。だから塩はあんまりかけないんですけど。だから、変にリンゴ果汁で甘さがなんか増えてる。甘いトマトって、トマトに砂糖かけてるみたいで嫌いなんですよ。砂糖かけて食う人間もいるらしいですけど、中には。
俺トマトに砂糖かけるの大嫌いなんで。だから中にはいるらしいです。なんかね、あのデザートフルーツみたいな。デザートみたいな感覚で野菜を食べる。でも俺は野菜って塩だろ。野菜はおかずだから塩でしょ。しょっぱいのが基本ですっていう味覚だから、今までそういう味覚で生きてきたから、砂糖を甘くするっていうその発想はなかったっていう感じで、ちょっと味覚として俺を受け付けてないんだよね、これは。だから俺が、タカラの社員になったら、これは絶対トマトサワーは、これ塩にする。で、リンゴを抜かす。レモンは入れてもいいと思う、これは。うん。レモンはなんで入れるかっていうと、トマトの、ちょっとした酸味の引き立て役になってもらうっていう意味で、若干隠し味として入れてもいいと思うけど。これは、ちょっとね、やっぱ塩レモンサワーと同じく、これやっぱり、塩入れるべきだと思うよ、俺は。マジ、宝酒造に就職してや、この会社に。この会社に、就職したいわ。京都しか、この会社。京都しか、この会社京都か。今度、東京行くから、東京っていうか、東京に住むから、東京だったらな、もしかしたら、なんか、バイトとかで雇ってくれるかもしんねえから、ちょっと考えたんだけど。京都か。まあ、4月7日から、とうとう、あれですから。東京人ですから、僕は。ね。やっぱちょっと納得、その結局さ、大好きな酒造でもさ、やっぱ納得できない部分ってあるじゃん。それ嘘で塗り壁みたいに、その覆い隠すんじゃなくて、やっぱりこれは、その、やっぱりその好きだからこそこうバッて言った方がいいんだよね。こういうのってね。だからクレーム入れる人間っていうのは、まともなクレーム人間入れる人間っていうのは、クレーマーなんかじゃなくて、その会社のことをその考えてるっていうか、思って改善してもらいたいから言ってるんであって、いわゆるまあ子に対するしつけみたいなもんだよね。愛情の、その裏返し的なね感じだと思うんですよ。まあぜひね、この宝酒造さんのね、社員さんが見てればね、ぜひまあ一般市民の声としてね、受け取ってもらえればぜひありがたいです。まあ俺だったらここでリンゴは入れないね。リンゴ果汁は入れない。いや、これは確かにそのネオ酒場っていうそのさ、シリーズだからこれはこう隠し味でね、リンゴ入れたんかもしれないけど、新名物サワー。うん、だから、どこの層を狙ってるかなんだよね。多分、これは若者の層を狙ってると思うんです。女性とか。女性と若者に人気って書いてあるから、女性と若者向けにトマトをちょっと甘くして、みたいな感じなんだろうな。だから、多分、そういう狙いなんだよ、おそらく。
だから俺みたいな、ね、男性の、ね、20代後半の男性を狙ってるやつじゃないんです。俺を赤者が狙ってるからっていうことなんですけど。ただ、実に惜しいですね。前回飲んだ、この塩レモンサワーのように、これ、トマト、塩トマトサワーって言って出して、リンゴ果汁抜かしてたら、これはマジで、そっち系の人間にはバカ売れだと思う。ガチの大衆酒場的な人間の。で、さらに、俺が言うのを、アルコール度数 7% ぐらいにして、高くするんです。設定として。そうすると、多分すげえうまいと思う。ここまでトマトトマトした、飲料は飲んだことないっていうか、ね、トマトジュース以外で飲んだことないんで、すげえと思うけど。すっげえトマト感があるんですよ。だから実に惜しい。この甘さがね、リンゴ果汁によってこの甘さが生まれてしまい、結果なんか、甘いトマトを食べてるような感覚に陥ってしまって、しょっぱい好きの、男性とかは、ね、30代ぐらいの男性は、うげってなってしまう。実に惜しい。実に惜しい商品です。これは。惜しいな。本当に惜しいな。ここまでうまいと、すげえなって思う。よね。ここまでうまいっていうか、トマトっていうのが、チューハイとしてね、新たなジャンルを築いてもらいたいんですけど、ね、非常に。新たな一般としてトマト、チューハイっていう、そういうジャンルが、ほら、今ないでしょ。当たり前だけど。それをね、気づいてもらいたいですね。ぜひ。しょっぱいトマトサワー。絶対売れると思う。絶対売れると思う。だから簡単な話、ぶっちゃけた話、あれですよ。俺らでも全然簡単に作れるけどさ。普通に、トマトジュースを 100% のトマトジュース用意します。かっこ、火炎のやつね。無炎のやつじゃなくて火炎のやつ。塩が入ってるやつで、俺ちなみにトマトジュースで許せないのは、塩入ってないやつが、無炎のやつが大嫌いな。トマトジュース大好き人間で、俺100均とか行くと、トマトジュースの缶のやつ、これぐらいのさ、ちっちゃい缶のやつがさ、2本で100円とかでさ、売ってるんだけど、それをね、買っちゃってね、買ってよく飲むんですけど、絶対に許せないのが、無塩のやつ。まずい。無塩はまずい。なんで、塩入ってるやつで、焼酎入れて、それビャーって塗装注いで、完成で、飲んでもうまい、と思うね。これは個人的にあれだな。なんだっけ。カクテルにもトマトジュース使う、あれありますけど。俺昔作ったけど、あれ別にうまくねえんだよ。なんだっけ。レッドメアリーだっけ？レッドマリーだっけ？あれ？なんつったっけ？ブラッディーメアリーか。ブラッディーメアリーってやつ。あれ、タバスコ入れて、
ソース入れて、みたいなやつだけど、そんなん、なんか、加えなくても、全然普通になんかウォッカとかでトマトジュースを割ったりしてもうまいかもしれないし、そういうカクテルもあるかもしれないですね。すでにもうあるかもしれないけど、いや、全然普通にトマトジュース割りって結構うまいんだなーって、あれ、普通にうまいんだなーっていうのが、なんかこれ飲んで分かった気がする。まあちょっと再確認というか、再認識できたっていう商品です。これはありがたいんですけど、ただし俺はまずいんで、このクリアトマトサワーは、これリンゴ果汁入れなくて、普通に塩入れてて、むちゃくちゃうまかった。のでこの商品自体はちょっとえぐい変な味がするっていうよりは、甘いトマトを飲んでる感じがするので、あんまり美味しくない。ので、まずい。これは二度と買いません。でも香りはすげえ強いんだよな。トマトの香りはすげえ強いんで。これはかなりすごい商品だなと思います。3342です。ご視聴ありがとうございました。